じゃあ、乗ってしまいますか。よっしゃ、おー、行きましょうか。行きましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いながら。お願いします。ランス、タスクやらせてくれ。切実や。タスクの嘘がつけないもんな。おー、やったー、インポスターだ。ちょっと嬉しい。さて、もう見つけ次第どんどんやってこーっと。俺のキルムーブ見してやるよ。さーてと、まあ二人で動く必要はないでしょ。結構いるな。もうこんなどん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 締めていくよ。ほい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 。うわ、ちょっと待って待って、みんな固まってる。ちょっと見てよ。俺もう俺死神さんについてこう。死神さんに、え、何でした。いった、ヘンツさん、ヘンツ怖っ。結構みんないんな。どうしよう。こっちみんないんな。あ、直します直します直します。はい、誰が殺されたんだ。はい、シャオさん。おー、はい、ダメですよ、離席しちゃ。決まってるな、もう。どこで死んでました。確かに、あの書斎のとこ、ちょっと待って、今マップがなくなっちゃった。アーカイブアーカイブの方のあの弁当の下、弁当、アーカイブの弁当下。あー、はいはいはい、あそこか。なるほど。はあ、弁当でもしかして逃げたのかもしれない。割と直近だったとしたら、僕とフルコンさんは無理かなって感じですね。はいはい、直近でもないんですよ。あの、停止が鳴る前に僕バイタル見て、そこで死んでたんですよね。あ、そうなんですか。じゃあ割と結構時間は、ね、じゃないですかこれ。キル上がった直後ぐらいですよね、多分もう、うん、はいはいはい、うん、割とすぐで、そうですね。じゃあその死神くんが右に行ったのは見えたんだよな、俺。僕は貨物室とシャワー室の間のなんかバイタルコードっていうなんかクリスタルみたいなのが4つ並んでるやつがちょっとよくわからなくて。はいはいはい、はいはい、クリスタルみたいなやつもややこしくて、右側のところでクリスタルの形を覚えて左側のところで入力するっていう。右側に答えがあるんですか。そうなんですよ。あれむずいな、はい、白いな、白いですね。白いなだとしたら上側にいた人たち、うん、うまいな。上側行ってないな。ちょっと僕、こんなこと言いたくないですけど、大将さんどこいました。それは疑いどころじゃん。もう完全に疑われてもしょうがないんだけど、はい、うん、左で湧いて、はい、ミーティングルームのカード入力するやつを初めてやって、はい、あなるほど。でそっから停電が起きつつもずっと金庫付近ですね。うん、あーなるほど。へー、そうなの。だとしたらこれ江上さんが自分で殺してセルフ通報ありますよね。まあ江上さんが電気室では右側に死神くんと一緒に行ったのは見たんですよ。はいはいはい、見た、俺も見た。で死神くんは手前で止まってたんだったら江上さんしか奥に行ってないっていうことになってますよね。そう、他に上にいた人って、いや僕は終わりはエンジンルートメインの間ぐらいだったかな。いやでも時間経ってますからね。そうですね、最後なんですよ、ね、最後に一人会ったのがメインホールで富士山と。一回スキップしますね。そうですね、はい、さすがにスキップしとくんです、うん、今のうち、うん、おーおーおー、やっぱシャオロンが死ぬと誰もふざけない。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 シャオさんだ。答え合わせじゃないですかこれ。1回目は疑われずに済みました。ただどうでしょうね。50秒長いな。
はいはいはい、今こんな感じか。ってことはちょっとミューティングルームとかにいる人をやりに行こうかな。まあ今のはじゃあこれをやりに来たということで。で、ああ、びっくりした。これとこれとこれ、いや、あー、まあ、それはまずいだろ。おっと、エオが死んでました。今マジか、普通に、はい、昇降機のリアクターを直しに行ってる時に、うんうん、はい、はい、もう、はい、その直すところで死んでましたよ。あ、そうなんだ。え、他に誰がいます？右側ですか、昇降機の。いや、僕が一番に来たと思いますね。左側です、左側。あ、左側、左側、はい。え、右側直してた人って誰がいます？これ。え、じゃあその、うん、昇降機の真ん中移動するやつあるじゃないですか、それで右側に来た人っていますか？あ、それ俺、うん、はいはいはい、うん、じゃあ富士さんかも FB さんじゃないのか。 で俺はその栄養君見てないわ、うん、FB 君も、はいはい、富士さん見てないな、確かに、うんうん、なるほど、うん、直しに行った人って誰なんですか、まず FB さんと富士さんと、うん、プルコン行ってないです。僕も行ってないです。見てました。ました。え、死体の位置って細かく言うと、パッド入力するところ前ぐらいですか？前ですね、本当に前でしたよ。なるほど。タチさんか FB さんなんじゃないか。いやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。じゃあ、FB さんが見つけて、はい。もう即押しって感じですか？即押しでした。あ、うん、じゃあ、でも、富士さんは見てないんだったら FB さんが。俺がもしインポスターだったら絶対言わなくない？そうですね、確かに、うん、じゃあ FB さん。いや、でも僕バイタル見てたんすけど、はい、あ、まあ、うん、何の参考にもなんねえわ、死んでたかどうか。あ、そう、死んでたんすよ。はいはい、で結構前に、はい、だろう、ん、渡ったの見たってことは右側にいたってことで、うん、うん、え、じゃあちょっと待って、すいません、じゃあ、え、直前まで死んでなかったってこと？そうなんね、あ、いやいやいや、死んでましたよ。あ、しばらく死んでた。死んでましたね。しばらくずっとですか？あ、いや、僕ちょうど見て、あ、死んでるってなって行こうとしてたところだったんで。マジ？でも昇降機の前のパッドの前で死んでたら、俺絶対直しに行ってるじゃないですか。さすがに直しに行くタイミングじゃないと絶対そこで死んでないはずなんで、うん、だとしたらもう FB さんか富士さんじゃないか。まあそうなっちゃいますね。でも FB 君じゃないの、そうなると。FB これもう一回ロングさんじゃないの？もう一回やりますか、カオスちゃん。あ、全然僕は大丈夫です。もう一回いいっすよ。まとめても良さそうだな。カオスちゃんがカオスになった。カオスちゃん入ってる。カオスちゃん入ってる。カオスちゃんって何？やべえ、さすがにイキリすぎたな。そうか、そういうムーブをされてたか。これは、あ、動けない。はい、はい、押したけど、はい、どうする？別にどうする？そうだね、今釣るタイミングかって話でもあるじゃん、うん、なんか逃げ場ないんで結構まとめられそうっすけどね、うん、そうですね、うん、まあでも今の証言だともう結構割と、うん、でも俺を他の人の場所を言っておきましょうか、はい、うん、さっきの状況ですよね、はい、フルコンアドミンを見てたんですよ、うん、はいはい、ああ、いました、いました、そうなんですよ。で、展望デッキとかに位置あったんで誰でしょう？あ、僕ですね、展望デッキは。あ、ともさんですね、ともちゃん、ともちゃん、ともちゃんでいい、ともちゃん、下下もさん展望です。いや、サイラン俺はコミュニケーションに行ってフルコンさんを見ました、姿を。なるほど、はいはいはい、うん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 、僕は FB さんとエンジンルームで分かれて、僕メインホールの動線のやつ直してましたね。で、うんうん、FB さんが上にこう向かった。そうですね、だから僕の言ってることはとりあえず正しいってことは
はい、ほぼ分かってくれてます、うんうんうん、だからあの時に僕が殺されなかったっていうのはでも大通りだったしエンジンルームのなるほどワンチャンキルクールダウンが上がってなかったのかなって始まったばっかりああなるほどそれそういう読みなんでだから、まあ、そこはそれで白く見れるっていうのはないかなわかりました申し訳ないですはい全然大丈夫です、うん、ただあの本当に昇降機の目の前で死んでたことだけは本当になるほどなるほど、うん、やっぱみんなめっちゃ離れてるし、うんうん、難しいですね。ダクト使ったらメインホールの方に抜けられるっていうのはそうですね、まあ、確かに一応ね小部屋に入ってたんでワンチャン気づかなかったかもしれないけどまあ速攻で殺してメインホール逃げた可能性もなきにしもあらずでも時間的に僕がそうそう、うん、多分鉢合ってると思うんですよね多分僕がそうです、ね、かなり難しい難しいですよそれで、うん、だとしたらもう FB さんか富士さんしかいないうん無事でも確かにローラーでもいいんじゃないまだ余裕あるしまあいいよどうなるでしょそのそれを言ってるペイントさんが実際にやってメインホールに逃げてた場合が怖いやワンチャンあるんですよだからメインホールのダクトが入ってねそう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 いやでも押されたら死ぬな押すと思うんだよすぐなんとか時間稼ぎたいあ動けないあ動けたよかったちょっと緊張してきただがたまたま来ねえかな。焦った。お、分かったんで。なるほど。はい、押しました。何か身の危険を感じたんですか、はい、ペンさん。いや、誰このタイミングで誰か殺されてたらマジでやばいなと思って。ああ、なるほど。はい、まあ、そうですよね。うん。一応生存確認的な意味で。なるほど。しましたけど。なるほど。なんかペイント君それは白いな。うん。まあ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 。俺マジで申し訳ないけどめっちゃ富士山怪しいって思っちゃう。あ、でも全然いいよ。それならそれでローラーしてくれたら絶対釣れると思うし。そうなんですよね、うん、もう2つに絞れてる時点でこれローラーしないのって、うんうん、これ、うん、まずいんじゃないかなって思うんですけどなるほど、まあ、じゃあいいかちゃいますいや、ね、僕も正直ペンさんと同じ意見なんですよねそれは、はあうんうん、はいはい誰もその2人以外誰もいないんだったらもう本当にもうかなり悪くてそうですよあでも待ってください逆張りしてもしょうがないあいやでも釣れると思うよ多分うん、いえ、なんとなく、あ、そういえばペンさんもダクトルートがワンチャンあったのかと思うと、いや、まあ、それは、まあ、確かにね、その僕と富士さんが釣れたら、ペンさんがもしあれだったら最強ですね。いや、ペンさん、ニッコリルートなんで、エンジンルームからメインホールと、その上に行くルートって、うん、距離ってほぼ同じなんで、僕、殺してダクト戻って、メインホール下がるって、なかなか無理だと思うんですよ。まあ、なかなかどうでしょうね。ダクトにずっと言い続けるってできるんですか？できますよ できるけど僕 FB さんとずっと別れたあの同じ風に歩いてたんでエンジンルームをはいはい、はい、なるほどね絶対無理なんですよね、うん、そうかそうかそうか確かにそうなんだよそれめっちゃアリバイかもこれは、うん、手前に、うん、でもどうエンジンルームにいたのってだいぶ前じゃないですかいや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 そんなことないですよ僕だってだってエンジンルームから上に行ったらだってすぐ気づくじゃないですか。どっちだ。いや、果たして第三の容疑者がなんか。FB さん。はい。それは。絶対に気づかないのは。いやいやいや、単純にそんなに、なんか、あったかなと思って。そんな間近だったかなと思って。リアクター鳴ってから、10秒、20秒は、10秒は言い過ぎかな。5秒ぐらいは。怖っ最後の最後でなんかめちゃくちゃなんかやってくる待ったと思いますけどいや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 これはマジでマジでマジでいや FB 君からでいいんじゃないじゃあ FB さんやばいあいったあ3人怪しいあ一応じゃあ僕もグレーで見てもらって全然大丈夫ですロラリマ
やられちゃいましたねーす。強っ。ちゃん強いな。いやー、調子こいたなー。いや、あれは結構きついよ。よくあそこで殺したなと思ったもん。いや、どんどんもうインポスターになってはしゃいじゃった。人来るところよくやったなって。大将さん来そうだったからもうすぐ報告したのかな。そうそう。いや、そうだけども、そうだね。やっぱ、昇降機で通ったっていう、通るっていうことを忘れてたね。だからここに来るのが俺が初めてだから、そのワンチャン通せるかなと思ったけど、はいはい、うん、ダメだったわ。確かに考えてみればペイントさんだったからっていうのはあるかもね。あれすごいもう強いわ。あの強いね、うん、強いね。ペイントさん強いっすね。ワンチャンもう1ターンぐらいあれかなと思ったけど、あとフルコンさんもね絶対やれたんだけど、最後に仕事したかったんだけど、フルコンさんね、なんかちょっと刺したのかね、避けたんだよね。逃げた。あー、うまいね。うまいね。いやー、いいなー。やっちまったら、あとはもう、うつ先生。うつ先生です。あ、大先生なんだ。大先生です。いい。はい。ローラーを完遂しますか。そうですね。そうですね。はい、で一つ、あの、私、タスクが終わったんですよ。早い。はい。もう早かったんです。なので、あの、はい、富士を釣って、一応、ペイントさんにつきます。あ、いいですね。それがいいですね。はい、なるほど、はい。富士を釣ってとかって言うけど、そんな、作業みたいに言うけど。お命を頂戴して。まあ、もちろん構わないよ。いいよ、やって。まあ、じゃあ、ちょうだい。めちゃくちゃ落ち着いた物言いが怖いんだよな、なんか。逆に悟り開いてるのか、可能性あるもんな、これ。作業みたいに人を殺しちゃいけないと思うよ、俺。やりづらい。やりづらい。いや、俺、殺したくないですよ、でも、本当は。じゃあ、どうしようかな。まあ、でも。でも、なんか。フルコンさんとし時間あるで話しません。こうフルコンさんと死神くんって多分一緒にいたじゃないですか、その上の事件の時に、はいはい、そうです、うん、だからそのタイミングでその二人が殺されてないのも割となんか二、うん、人ともこう白いのかなっていう風に見えてて、あ、なるほど、うん、植えてるのなんか大先生って何してたんでしたっけ。いつですか、誰と、あの一番最初の事件の時です、上の。あ、ね、僕その時バイタルバイタルの時だったっけ、シャウロのやつですか。あ、そうだそうだそうだ、うん、バイタル見てたって言ってましたね。あ、そうですね、バイタル見てたのと、シャオロンの時は僕展望デッキでフルコンさんとチラッと会ったぐらいですね。じゃあ僕とトモさんが浮いてるっていう風に見ればもう終わりなんじゃないですか。 あ、でも大将さんがフルコン的に、あのトモさんとすれ、武器庫ですれ違って展望デッキに行かれたんですけど、なんか、はい、インポスター一人でその僕とその端っこの方ですれ違った上でさらになんかマップの端っこに行くってインポスターするんかなっていうのはあったんですけど、ま、ワンチャンキルクールダウンが、あ、待ってるの可能性も全然あると思うんですよ。50秒なんで絶対に、確かに確かに、だとしたらそこが浮くのかなと。なるほど。ちな、さっきは僕トモさんと一瞬カメラ一緒に見てましたよね。うん、見てましたね。うん、うん、ぐらい。俺もトモさんと一瞬連れ違ってだけど殺されてないなって感じしますね。あ、これでもフルコンさん中心に考えたら、そうですね、会うとき必ず殺しに来ますから。あ、そうか、作業って言っちゃダメよ。俺の可能性もあるからね。わあ、はい、作業終了。みんなもっといたわって。もうあと作業中だけです。すげえな。持ってこい。やられちゃいましたね。まあ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 。うまいことかけてなって感じ。どうでしょうね。でもまあ割とまだクルーメイトの方が有利かなとは思いますけど、まあ、そうですね、一人でやらないかんから。そうですね、ちょっとあれかな。チャロさん、あれ終わりました、金庫。いや、まだ戦ってますね。やだ、これもうマジあれむずいっすけど。むずいっすよね、ライトが直んないね。照明直んないからこれできないとかじゃないな。あれ、みんなビビってんのかな。まあビビってはいるだろうけど。あ、直った。ここ結構ドア閉じられると厳しいよな。いや、でもそうだね。そう、でもね、インポスターもね、
結構ね、めんどくさくなるからあんまりやりすぎるのもなんかどうかなって。これむあ、そっか、そう、やり方がシャオさんも結構早めにやられてますね、今のところ。そうそう、もうそれからずっと僕金庫やってるんで。まだ終わらない、まだ終わんないんすか。いや、やばいっすね。そんなに一回ちょっとクリアしとかないと。へえ、これはやばいっすね。やっと終わった、あれは。ウツ先生、ウツ先生、なんでこれ見よう。どう、なんか右側に誰も来ないね。なんでこんなに動きが鈍いんだろ だろう。タスクがないんじゃない、そっちが。もう、あ、なるほどね、みんな語っちゃってるのかな。これ割と、あれリアクターオーバーいけんじゃない。あ、来たけど、さすがに来た、さすがに来た。あ、いたいた、先生。さすがに。あ、オッケーオッケーオッケー。割と、宇都先生もこの状況だったら動けねえな。そうだね、うん、きついっすね。3人いる、無理だね。おお、タスクやってるふりをして。しがみさんが見てますね。おお、しがみさん割とうまいムーブするな。お、暗闇にして。お、怖い怖い、早く逃げなきゃ、早く逃げ。逃げろ逃げろ、頑張れ。そうだな。これ上の赤いとこに合わせるんですよね、金庫って。左の数値を、あの、あ、うつ先生やる。よし、頑張った、うつ先生。数字が出たら、これでいけるやろ。いけない。なんか左が最初明るいじゃないですか。でクリアしたら右側のあの車輪が赤くなって、はい、あ、赤くない、明るくなるんですよ。はい、おっと、お二人も、え、マジで。いや、これはい、先生、うん、あ、大将さん、どこで見つけました。これはアーカイブに行く通路っすね、シャワー室の。先生はどこにいたかって話ですよね、今。はい、僕今メインホールエンジンルーム下の扉を今ピッと開けようとしてたとこですね。まあペイントさんは絶対違います。違いますよね、はい、絶対二人も殺せないです。はい、はい、うん、はあ、先生しか。大将さんは違うんですか。あ、でも殺してレポートって話します。あ、そういうことか、はいはいはい、だから言わなかったんですね。あれ、あ、でもあのね、ペイントさん一緒にバイタル見たじゃないですか。はいはいはい、あの時トモさん死んでました、ね、死んでます、死んでました。でも僕スイッチなかったんで、ね、あ、もう押せないやと思って、うん、ねえ、で今見つけたのトモさんですよね、死体。そうですね。あ、じゃあ大将さんが殺してないわ。ないんすよ。そうなんすよ。じゃあ見つけてるわ普通に、うん、しばらく時間が経ったトモちゃんを見つけてるんで。トモちゃんさん、うん、じゃあもう先生じゃないですか。いや待ってください、それ別にイコールじゃなくないですか。イコールではない、確かに。あの、ああ、まあちょっとね、ちょっとなんか時間差レポートみたいな技を使って、うん、アーカイブで死んでたんですよ、ね、でもその前に一つ、その昇降機の前のタスクっていうかあれがあったじゃないですか、直さないといけないのが。あ、はいはいはい、あれがあったんで、そんな時間ないと思うんですよね。うん、え、どういうことですか。え、だからその、その、あ、そうだそうだ、右から行きましたもんね、僕ら行きましたよね、右から僕ら行って直して、その後の間に殺されたと思うんですよ、だから。そうですね、トモさん。で、その後に殺して、で、しばらく経ってないのに大将さんがまた見つけたっていうのは、うん、そう、で、大将さん見つけに行ってて、で、その時、も、誰だ、もう一人は死んでなかった。死神くんです、はい。死神さん死んでなかったっすよね、多分。死んでなかったっすね。ね、じゃあ大将さんがどっかで死神さん殺してともちゃんのとこに行ってレポート、あ、やるかな。時系列はどっちが先に死んでたんでしたっけ、ちょっとぼやけちゃいましたけど。ともちゃんです。ともさんが先に死んでたんですよね。ともさんが先に、多分、はい、そうです、まあ、10秒です。いや、時間的にはできるんじゃないですか、ともさんを殺して。いや、俺でもこれ先生だと思うけどな。ですよね、うん、いや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 、だと思うよ。いや、でも俺かもしれないな。ええ、嘘でしょ、やめて。はっ、
あ、よかった。何それ何最後のナイスダメだ僕は。いや勝てないですね、すいませんね。いやいや、僕がちょっと下手だった、かばいだった。いや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 、マジで余計なことしちゃいました。ペイントさん強い。いや、すげえ、マジで。ペイントさん強いですね。強いな、うまいな、本当に。いや、もうちょっと笑いながら、もう、あ、ペンさんその通りだよ。そう、若干口数減ってるんよな、最後。いや、もうね、もう最後、もうだって無効になったのが。いや、きつかったぜ、割と頑張った、最後。最後で、ね、ちょっとなんとかしなきゃって。もう古川さんも僕のことしろって言ってくれたんで。そう、だから、そう、固まったのは強い、最後に。よく固まった。固まられるときついわ。うん、俺が残ってしまった。本当よ、本当よ。最後おもろすぎるやろ。俺残ってんだろうって思いながらちょっと気持ち。その仕方も考えなきゃいけない。難しいゲームだよこれは。そうですね。うん、いやこれマジむずい。いや、いい戦いですよ。じゃあやっぱりナイスゲームだね。FE 君が殺したんだ。僕が殺しました。だよ。はい。そうだね。僕はもうキルクールタイムたまり次第。殺していこうと思って。すげえ。マジで爆速で殺されたからだ、最初。はい、で無理やりエオエをやったらやっぱボロが出ましたね。いや、ここだったらそう、すぐ報告したらバレないやろうと思ったら、そっか、うん、昇降機で通ってるっていうパターンがあったのかみたいな。富士山が出てからもうなんか進んでましたね。いや、しまったと思って。あ、なるほどね。そう。うん、通ってなかったらな。うわー、あれなんて言ったらよかったんだろうって。いや、バイトルで見てました。あ、いや、うち先生サポートはありがたかったっす。いや、もうやばい、見探しいるとあ、そっか、あれは頑張ろうとしたんだ。そういうことです。そうなんですよ、行かないでくれって。確かにそんな空気もあったな。いや、ちょっとロボットでしたね、正直。冷静に考えたらそうだね。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSSP はですね、YouTube そしてニコニコ動画に、チャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方お願いいたします。チャンネル登録はですね、こちらとか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 こちら、あとは概要欄に、URL がございますので、ぜひご登録の方よろしくお願いします。なんかそういうなんか宇宙人じゃないけど宇宙服じゃないけど、ね、なんかそれっぽいね。